歓迎パーティーは今夜でいいですか? そうですわね! テイトの事件も一段落ついたことですし お前だけは東京に来ても変わらぬのだな。 お手伝いできることある?何でも言って。そうね。じゃあ、飾り付けをしているカンナを手伝ってあげて。 でしたら、私がケーキを焼くのが得意ですから。はあ、自分たちの歓迎パーティーなのにさ、何働いてんだか。 なあ、隊長もそう思うだろう?歓迎される側は、それだけで一仕事なのにさ。 私はここでゆっくり酒でも飲んでるよ。もうちょっと、レディ、椅子支えててね。
合ってるじゃないか。さっき支配人室から持ってきた酒があるんでさ。これでも飲もうぜ。ライスの酒なんて初めて飲むぜ。そこのちっちゃいの、ほら貸してみろよ。私がやっといてやるよ。ちっちゃい二人はテーブルの花でも飾ってな。大神、順調そうじゃねえか。構やしねえよ。俺も騒がしいのは好きだからさ。舞台の方も順調そうだし、事件の黒幕も倒すことができた。大神よ、今回はおめえの大手柄だな。それでもあいつらを一つにまとめたのはおめえの手柄だ。みんなわかってるさ。おめえがいねえと過激団じゃないってことはな。これで俺も一安心だ。オオカミ、それじゃ任せたぜ。
これが銀座文書か。日本橋の地下に隠されていたとはな。前回の事件以来か、あそこの門を開いたのは。早く大神に届けてやらんと。事件も解決したから必要ないかもしれんがな。何やつ。気のせいだったか。手応えがない。かすかな妖気は感じるが、刀に曇りもないか。考えすぎか。もう金色の蒸気を使う敵も倒したんだしな。さて、俺も帝劇の歓迎パーティーに出席しないと。今日も楽しんでいるようですね。はい、こうしていると本当に平和になったって実感できます。楽しそうじゃないか。
少し用事ができちまってな。ほら、銀座文書だ。遅くなってるな。いいってことさ。それじゃあ俺は用事があるから。それと大神、まだ事件は終わっていないぞ。気を抜くな。なんでもない。お前は気にするな。心配すんな。お前の足手まといにはならないつもりだからさ。今度パーティーをするときは出席させてもらうよ。じゃあな、大神。どうしてこんなところに。まさか。待って、ちょっと話があるの。楓さん、
どうかしましたか？カヤマくん、あなた背中に傷を負っているわね。いやだな。この俺が背中を切られるなんてヘマしませんよ。カヤマくん、痩せ我慢も大概にしなさい。私は死んでもいいなんて考え、絶対に許さないわよ。藤枝家に伝わる傷薬を渡しておくから、塗っておきなさい。わかりました。いただいておきます。敵はまだいるのね。改めて調査します。お邪魔するわね。大神くん、加山くんから銀座文書は受け取った？一緒に読んでもいい？銀座は金座と並び、江戸の貨幣経済の基盤を作り上げし町なり。銀を持って魔を封じる土地なり、ゆえに能にて神楽舞うなり。神楽舞は銀座を守護する銀座コンパルの一族の駅務なり。コンパルの能楽師遺憾と飼います。
貨を作っていたのは金座、両方ともお金を作っていたの。銀座文書には銀を持って魔を封じるとあるから、逆に金座は魔を呼ぶ場所だったのかもしれないわね。そうね、銀座の魔を封じると書いてあったから、能でいうところの神を鎮める神楽舞を踊っていたのね。今はもう聞かないけど、江戸時代では神楽舞が奉納されていたのね。二人が見たというなら幻ではないでしょうね。何か伝えようとしたのかしら。銀座コンパル流の能楽師について調べてみる必要がありそうね。大神くん、気を抜かないでね。この戦いはまだ終わってないんだから。